エキシビションゲームドジャース14、3、韓国、キューム、2024年3月17日、韓国、ソウル。長く韓国野球を取材し、韓国プロ野球の伝えて、として知られるジャーナリストの室井正氏51、が17日、現地でドジャース、韓国、キュームのエキシビションゲームを観戦した。大谷翔平投手、29、に継がれた特別な視線に驚きを隠さず。 韓国球界を知り尽くす同士が、特別、と感じた要因をスポニチ本誌に語った。取材、構成後藤刺激。驚かされました。大谷選手が打席に向かうと、場内がシーンとなった。通常より10倍以上の値段のチケットを求め、多くの方が口にしていたのは、一生に一度のことだから。それだけ思う大谷選手を実際に初めて目にして、 場内全体が一瞬言葉を失っていました。本当に痛んだ、そんな感じだったと思います。電気に出てくる人物のような、どこか深刻化した視線を感じました。仮にパク・チャンホ、パク・チャンホ、ら過去の大リーグの韓国出身レジェンドの凱旋試合ならば、大変な盛り上がりだったと思います。でも、全く違う異質な反応でした。日本のファンは高校 日本ハム時代など彼のプロセスを知っていますでも韓国では熱心な野球ファンを除けば存在が認知されたのはメジャー挑戦し二刀流で確固たる地位を築いてからどこかおとぎ話のような伝わり方をして急に心をつかまれたのです韓国人は日本人よりも世界に出る人が多く留学にも熱心世界で成功することの大変さを知る人も多いです これが日本なら、4回の打席で代打が告げられた際に、なんだ、2打席かよ、という感情が充満したかもしれません。でもそんなところはなく、せいで見られてよかった、という空気が支配しました。選手や球界関係者から聞く言葉は、リスペクト、尊敬の一言につきます。昨年3月の WBC の日韓戦、試合前に大谷選手の打撃練習を、 選手みんながニコニコしながら見ていました。以前なら、そんな態度をしていたら先輩に叱られたものですが、変わったなと。憧れるのをやめましょう、の逆ですよね。でもその先輩たちが率先して見入っていた。今日対戦した選手の中には、一生に一度という思いで臨んだ選手もいると思います。リスペクトを根底とした憧れ、それが韓国民の。 このの特別な視線を生むのだと思います室井雅也室井雅也1972年明4710月3日生まれ東京都出身の51歳2年から韓国プロ野球の取材を行う「韓国プロ野球観戦ガイド選手名鑑」を4年から毎年発行し韓国では6年からスポーツ挑戦にコラムニストとして韓国語で執筆。 クボリーグで記者賞を発行されている唯一の外国人。ストライクゾーン。